MP3-008 は、ナチスドイツにより、第二次世界大戦末期に製造された短期艦銃である。ガーイトのオイムーンスタまたは、ウォックスマスチャイニーンピストールとも称された。第二次世界大戦末期、ドイツは、東からのソ連軍、西からのアメリカ・イギリス軍の進攻に対処するために、急遽編成した国民突撃隊への下級的速やかな火器供給を迫られていた。 しかし、連合軍の必要な空襲による軍需工場の破壊、損傷と長年の戦争による人的資源の枯渇によって工業生産力が大幅に低下していたため、可能な限り構造が単純で、ドイツ軍の主力短期艦銃である MP40 より生産性の高い重機が求められていた。そこで注目されたのがイギリス製のステンガンである。 ステンガンは生産性を極限まで追求して設計されており、極めて安価かつ短時間で製造が可能で、それ以前にもゲレートポツダムの名でステンマーク2の完全な模法品が製造された経緯があった。MP3008 は前日の通りステンマーク2をモデルにしているが、外見上はマガジンが下側に装着されていることで見分けがつく。 1944年11月から生産が開始されたが、戦争末期の工業施設と交通インフラの破壊、資源不足の影響により、発注数百万兆に対して、実際の総生産数は1万兆の半分にも満たない程度と見られている。2006年にドイツのハザ・クルムバッハ GMBH によって、レプリカモデル BD3008 が発売された。ありがとうございます。